どうも、ライオンのリリーです。はい、明けましておめでとうございます。新年会中です。パッ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 。今日はメンバーで新年会に来てます。なんか変わってないんだよ。もう一回続けるよ。2024年のことを話そうと思うんですけど、漫画として2023年はファンミーティング1回しかだけで、他イベントライブ等はしなくて、まあ、YouTube の撮影の方にかなり力を注いでたという状況で、まあ、実際曲も出してない。やばい、やばい。ライブは、まあ、一応1月にしてるとはいえ、曲ゼロ。新曲ゼロ。確かに俺も作ってない。遊んでた。遊んでない。遊んでたと。違う。ポケカで動けるのか。遊んでた。ポケカでちょっと遊んでた面もある。正直なところで言うと。あ、でもちょっとそこが、まあ僕的にはまあやっぱりそこが作詞家からも見るんじゃないかなと思いますし、僕ら自身も、まあ僕ら自身というか僕自身はやっぱり、まあこうやって振り返ってみると、さすがになんか曲出さんとか思ったんで、音楽チャンネル見てるのもう11ヶ月前みたいな。ラグナロクがさ、ラグナロクもラグナロク自体も作ったの結構前だね。って思うとね、まあ、だから公約的な意味で曲は出します。上半期、上半期というか6月までに、もっと前。余裕持って。一曲とは言ってないから。確かに。曲は絶対に。出します。なんか企画の噛み合わせた曲も出したいけど、ちゃんとした曲も出したいけど、ちゃんとした曲を、それ1曲なのか何曲なのか分かんないですけど、これはじゃあアッチー君の MV を作ってもらったね。はい、アッチー君に作ってもらった曲作りますよね。楽曲提供一緒に遊んでおもろい。確かに負けた曲作ってもらった。みんな演奏して歌ってくれますか？ツイッターで見てる。やってほしい。前だって一回やったもんね。 EP かなんかを作ろう。私 EP で、その中にアッキー君の提供曲を入れてみよう。そうなんですか。初めて聞いた。やりたい。今決めた。最初もしてくれるの。頑張ります。打ち込みも全部打ち込みやりますよ。演奏は、演奏はベースとギターとボーカルはみんなやってください。なんか同期的なピアノとかそういうのも打ち込みはやりますよ。ドラムとかはミックスもできる。ミックス、お崎さんお願いします。ミックスは誰かに頼む。でもそこまでやったら、せっかくサポーターいるんだから、我々にピアノ弾いてもらって、他のやつらはイエーイとかなんか相手でできるやん。確かにそういう曲は、そうだね、相手役声いっぱいあったらいいじゃん。ライブやったら参加で大体10人ぐらいやるからっていう、まあこんな感じの曲はちょっと出したいと思ってるので、そこは話してください。あとまあライブに関しては、まあ真ん中の形で今では一応ね、可能性あるの1個はあったり、そうね、違ってないけど、ね、まあ、普通のライブでもいいけど、まあ、ミニライブみたいな感じになるんですけど、なんでなくはない可能性はあるんで、そこ、それはちょっと進めていけたらなって感じしようかな。まあ、せっかくもし安いやつ、それが安いやつにしようかな。ワンオフ作らへんから、デジタルリリースです。1年目やな、まあ、ちょっとそこは充実させたいなと思います。 YouTube の方がね、なんとかない、その組織的になんとかなってるから、あとはまあそこでできた余力は音楽もかなって思ってます。あとはね、1月にカバーの動画撮るんで、久しぶりに俺レコーディングした。俺もだよ。めっちゃ。俺も。いいやん。つなげちゃったんだよ。演奏だけ、歌は。歌はなんか全然取らへんから言うけど。あ、そうか。
なんで？でも差し替えたい。でもこれなんじゃない？1月に映像撮るから、まあ、1月中か、まあ、2月くらいには動画になる。久々の演奏動画は出ると思います。スペシャルコラボ、スペシャルコラボ、あれそうしょうもない。まあ、そんな感じで、お楽しみにしていただきたいと思います。あとは、これ的な戦略みたいなことを発表しますので、はい、まあね、YouTube の登録者は結局去年増えたんよ。6万に行ったん去年よ、ね、去年もなんか数ヶ月で行ったんよ、ショート動画で。結局なんか4万人をうろうろしてたのが2万人で1年も行って、そうだね、って思うけど、まだちょっと今停滞期です。6万6000で、だいぶちょっと止まってて、やっぱショートの時代、前も言ったけど、だからちょっと俺、今後、ショートをもっとガチります。で、登録者を2024年内には10万人にします。目標。やっぱそう、いや全然ね、バズれば、逆になんか、俺、割とこのね、普通の動画の方少なくしてでも、ショート動画増やそうかな。なんか、ストップ40本ぐらいあって、動画の。上げて、上げる動画、8月の動画とかあるからね。8月、9月になって、長尺すぎて、編集めんどくさくて、置いてきた動画とかあるから。確かに、最近上がってきた動画で、半袖やな。8月に撮ったやつ、8月9月とかあるでしょ、運動会の動画とか手つかずやし、運動会やったらな、あんたも面倒すぎて撮ったはいいけどっていう感じなんで、ちょっとなんていうのか、投稿通常動画を減らせば、その分なんか余力ができて、だん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 追いついていくし、かつショートの方も詰められるんで、いけます。荒木さんの百出一上がるんですか？荒木さんの百出一上がるんですか？俺のやつのみんなと聞くね。やる今やる。ここでやる。ちょうどいいですよ。誰も興味ない。40分。最低時間です。40分間。一室でいいよ、一室。一室で。一室で。一室で。名前は？違う。終わった。本当違う。まあ、そんな感じですね。じゃあ個人的な何か思ったことあれば、活動以外のことでもいいですけど、何か言ってみましょうか。はい、こういうことをしていきたいとか、まあ、目標とか何かあればってとこですけど、俺はまず曲作るやと、それは1個ある。こけかで何か何でもいいから優勝する。え、すごいよ。あ、なんか。めっちゃ衣装でしたよ、最初。激アツやった。時間フルで使って。ほんまに、あと一番勝負みたいな。っていうの、だから何でもいいから。まあ、僕はちょっとね、とはいえ趣味でやってるから、まあ、バランス考えて、ちょっとね、でも、離れすぎると、そうだったりしちゃったら良くないなって思うから、まあ、ほどほどにやりつつ、なんか、せっかくやってるから、まあ、大会で優勝とかじゃなくてもいいけど、なんか、イベントやったらいいから、そんな感じでできたらなと思ってます。あとは、これ、ワールドね、ちょっとね、今、俺やってる活動いろいろあるやん。なんか、個人的にさ、例えば旅行ってとか、もう、やってること多いからさ、個人チャンネルでワンチャン作るかも。なんか、俺がどこで喋ればいいか分からんみたいな。そういうのを、ワンチャン個人チャンネルであげる。まあ、それもなんか趣味みたいな感じになってますね。それをちょっとね、まあ、そうですね。こんな感じから。まあでも、まあ、ライブに関しては、まあ、企画するのと、あと、ショート、俺の手腕で、まずらせて、まあ、みんなの力を借りて、そこは頑張ろうかなと思います。まあ、10万人って感じですかね。はい、そうですよね。ヒットソーできるみたいな、もうちょっとちゃんと。そうだってさ、ウェーブス買ったし、キューベースも買ったし、環境整えて、あとはプラグインもちょっと増やして、なんか自分のプリセットをとりあえず作れるようにしようとして。俺はユンケンのプリセット持ってる。
ユーキャン用のプレゼントなんか、いろいろいじってみたんだけど、めたくそ知識がないから、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、そう、黒い子みたいな、なんか、こっちの音を残してこっちにエコをかけるみたいな、いろいろやってんだけど、なんか気持ち悪いなみたいな、お前がそんなに高くなんないな。俺はね、みんなね、ツイッターのセンスだから情報を得てる。こうすると、このエフェクトは良くなったりとか、こういうのがよく使われてるよみたいなのを片っ端から集めて試してみる。何個か教えてもらったのはあるから、でもまだドラグインとか書いてないから、それをちょっと試したいな。確かに、でもミックス、自分で歌ってるだから、歌ってみたら全部自分でできる。そうだね。まあ、変だけど、ゆうちゃんの歌ってみたら、近いっていうのは結構あるよ。2人ぐらいは。結構だな。2人ぐらいは。なんかセックスを覚えたのにカラオケでしか歌えないみたいな曲結構あるから、カラオケで歌えんだったら歌ってみて撮れるやん。メンバーをやりたいからな。俺はね、俺もなんか個人チャンネルにするかサブチャンにあげるかは悩んでるけど、さっきのね、乗り物部をね作りたいんだよ。アッキー君がさ、バイク乗っちゃったからさ、アンビング動画撮れなくなっちゃったの。車でいいじゃん。だから、まあ、車も俺買ったからこれからカスタムするし、バイクもカスタムするし、アッキー君と車でどっか行ったりとか、バイクのカスタム、車のカスタムとか撮ったりとか、あとはね、サポーターのロコ君もバイク乗ってるから、それも呼んでツーリング動画撮ったりとか。ファンの。ゼファー乗ってる人か。ああ、ありました。あとは、まあ、アッキー君にレンタルバイクしてもらって、免許はあるから、そう、ツーリング、まあ、ワンチャンいけるからね、全然、うん、別にヘルメットとか残ってる、そうそうそう、それもあるし、パパのやつがレンタルバイク、パパの大型だから、アッキー君が大型の免許取ったから、だから、そういうので、ね、ツーリングも取りたいし、車も取りたいし、ね、そういうので、ね、やっぱ、個人チャンネルでもいい、サブチャンでもいいし、なんかできたらいいなと思います。うん、ミッキー、もう一回ぐらい30万再生のベース系欲しい。あ、もう一回あれやろうかな、ベースだけで。あ、ベースだけで。あ、いい。だから次回のあれとか、スタジオ撮影とか、あれはやってやるとか。で、まあそれでいけたらセミナーじゃないけど、ベースした集めてなんかするの。これ入るの何一回それやってもいいですか。やってもいいよ。でも撮影の日のただの撮影して時間があるわ。伸ばしてもらって、まあ、もうそれこそ一応撮影を全体撮影をやったり、いいか、俺のアンプが入ればいいか、あれから借りたい、そうやったら、ペアでしたね、うるさいです。まあそんな、なんかレース系のやりたいです。ショート動画とかなんかレース系のやつの時に、そうだね、まず狙いな。いつでもかな。曲出したい。アッキー君も曲出したい。したい。アッキー君にうちらも楽曲提供してもらうわけじゃない。野望はある。これらのあれだと焦っちゃいけないっていうのがあるのかもしれない。そう、ね、黒いから俺は。あのね、俺ら言うてもね、6年ぐらいやってるから、なかなか出えへんなと思うと応援で。
逆にすごいと思うけど、これと思ってるから、なんかそのもういろんなペースがあるんですよ、ほんまにバランス、このなんていうんですか、生活のバランスとか、いろんなこのおのおののそれぞれのやってることとのバランスとかあって、それをこううまいこと調整しながらこう活動を進めてるって感じなんで、なんかちょっとこう発信がなかったとかしても、まあこれ言い訳みたいな感じになってるけど、ちょっと多めに見てほしい、そこは死にたくても死ねねえんだからねまあちょっと見守っていただけるとありがたいですね。なんか多分需要と供給のバランスが取れてないからこうね、結局そうなんや、いろいろ難しいんですけど、それライブとかをさ、バン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 するっていうのもあるんかもしれんけど、現実にないし、そうやってめちゃくちゃちょっとね、いろんなところのバランスが取れないなって思った。でもライブやりたいから。ライブやりたい。全然気持ちが全然ありましたね。なんかね、やっぱ中途半端なんだ。変なことも聞きたくないみたいな。そうね。練習なしライブするみたいな。それはちょっとその辺を、なんか俺はだからたまにさ、ツイートとかでもさ、なんかこう遊び楽しいことがしてさ、ツイートとかポストとかポストとかシールとかさ、ちゃんと残したいな。なんかだからさ、な遊んでばっかりやみたいなさ思われるかもしれないけど、遊んでばっかりやな趣味や作業とか別に一投稿してやってて、頑張れて作って頑張っ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 て作って頑張テレビ見まーすいやいや、そんな感じなんでよろしくお願いしますって感じですね。ということで、じゃあまあ新年もよろしくお願いします。お願いします。なんか逆にこれしてとかあったら言ってもらった方が俺らも取り組みやすいけど、なんかライブ配信サブチャンとかでもゲーム配信とか、そう、ゲーム配信、ゆうきゃんの家で、ゆうきゃんの家で、ほんとに、ポケモン買ったやん、買ってない、はい、貸していこう、やってない、次回もモテツワールド、次回はモテツワールド、そういうのためにやってもいいと思ってるから、何やってもいいしね、前やったジャンタマみたいに、ああ、そうね、全然ある。なんで、その辺もじゃあ、楽しみと思います。はい。ただし、良いお年を。いや、違う。ないよ。今年もよろしく。今年もよろしくお願いします。